さあ、うちでも深いお付き合いはないんですよ。何でも八王子で焼け出された大工さんでね、この先の運送屋さんから頼まれて置いてあげたんですが、そこの仕事中だけいたんですよ。さあ、10日もいましたかしら。あ、そうですか。なんだか、一昨日だったか、その前の日か、東京で仕事を見つけるってあの子と一緒に出てったんですよ。じゃあ、また帰ってくるんですね。さあ、もう来ないでしょ。道具もすっかり持ってったから。じゃあ、その運送屋さんで聞きゃわかるでしょうか。さあね。ほら。お前のお父っつぁんも不人情な人だよ。はぐれたんじゃないよ。置いてかれちゃったんだよ。お前あのうち置いてもらえ。頼みは置いてくれだろ。いたんだから。ほら、もうないよ。お前ね、それ食べたらあのうち行くんだよ。いいかい。なんだよ、なんだよ。お前ね、あの海行って貝拾ってきてくれ。おばちゃんお土産にすんだから。行っといで。お前いい子だよ。早く行っといで。
くよ。